か。始まったかな。始まったかな。どうかな。来てないっすね。あれ。あれ。おやおやおや。まだ。まだか。来た。来ました。来た。お昼の部どれだ。あったこんにちは。こんにちは。よかったら皆さんの職業とお名前教えてください。今日もペンがちょっと調子悪いか。新しいのを買った方がいいのかな。いっぱい使ってるものね。キャップを後部につけ数回プッシュしてください、うん、はい、はい、あ、ピヨーン、ピヨーン、ヤクルトレディ1位です、ありがとう。徐々にコメントが来るかしら。今日のトップバッターはピヨーン、ありがとう。トリマーピカピカ。お名前と職業をセットで教えてください。お願いします。ピカピカ。ちゃんとした職業書いてよ。降りないで。あ、鈴木さやかさん、チーク音楽講師。アスクちゃん、はじめまして。こんにちは。よかったらアスクちゃんの職業と名前を教えてね。教えて。変なコメントしないで。え、真面目な職業を教えてもらっていいですか。よろしいかしら。で、200人見てる。ええー、ほんまかいな。大違いなんですけど。ほんまかい。昨日60人だったんだけど。名前と職業を教えてください。みんなの職業集めてます。100個集めています。100個。え、もうすぐ300人いく。あ、300人いった。すごい。え、これ本当に今 Now です。300人見てんのかなってことじゃない。そうなん、ほんまかい。すごい。職業と名前セットで教えてね。はい、看護師図。あの、徐々にコメントがたくさんになってきちゃったんだけど、ゆっくり上のコメントから真面目なやつは書いていくので、はい、ぜひ職業教えてください。こんにちは、わたりさん、こんにちは。ちょっとお名前ない人飛ばしちゃうね。うん、名前もセットで書いてほしい。大君、みーくん。あ、生姜だって。これ生姜なんだ、絵文字。名前と職業を教えてね。新規です、こんにちは。そのウィーさん、こんにちは。外資銀行員。名前もセットで教えてね。名前と職業。もうコメントがたくさんになってきちゃってるんだけど、早く書いてほしいよって方いたら、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、チャンネル、チャンネル、 YouTube チャンネル登録してくれたら先に書きます。はい。そう、たくさん、もう上のから、上のコメントから順番に書いてるから。そうなんですよ。学生ななちゃん、早く書いてよって方いたら YouTube チャンネル登録してくれたら先に書きます。可愛くハートもつけます。はい。チャーリー。これって何が楽しいとかじゃない。もう、あの、自分たちはいろんな職業を広めるためにやっているものだから。そうだよ。でもいろんな職業知れて私は楽しいかな。ハングリーめっちゃすごい。え、ほんと？そう、韓国語勉強してた時期あります。え、今日学生多いわ。ほんとに？土曜だからじゃない？もう3人いる。うわー、早い。嬉しい。クロコさん、チャンネル登録した？クロコちゃん教えて、職業。次書くね。夏休みだから。あ、え、もう夏休みなの？はい。そうなの？昨日終業式？そうなの？学生の皆さん。お、ちょっと見える、みんな。チュアー、ヤッホー。見えてる？ギリギリ。え、もう赤にしようか。どうも。どちらでもか。あ、もう、あ、見えない。目指してる職業、まつりくんは学生ってことかな。じゃあ学生、今学生なのかな。どうなの。ちょっと9番から赤で書きます。ごめんね。あ、クロくん、海上自衛隊。お、海上、海上、海、海。
カイジカイジカイジ、すごい、クラコクラコ、ありがとう、ありがとうね。自衛隊系を YouTube で解説、私たちはまだしてないからしたいね。そうしたい、クラコありがとう。さっき YouTube 登録したよ、登録済み、ありがとう、ありがとう。できればね、この配信で登録してくれた方のを書こうかなと思ってるんだけど、はい、最後の方になったらたくさん、あ、人が集まらなかったこう書きます。ありがとう、でも来てくれて嬉しい。まだまだ多分ギリ書けると思う。こんにちは、今日もやってるんですね。やってますよ、てっち。誰だっけ、誰だ、その違う、世界のムンさんやで、世界のウンさんやでの職業が知りたいんだけど。 YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。はい、登録してくれた方教えて。あ、登録しました、ちょっと待ってね、反映されてないみたい、まだ。はい、おわっそ、ひかりちゃんありがとう。 YouTube は職業調査隊って調べたら出てくるんですけど、このアカウント、 TikTok のアカウントのプロフィールからも飛べます。飛べます。なのでよかったら飛んでください。名前も一緒に書いてくれたら嬉しいです。嬉しいな。名前と職業セットで、名前と職業セットでコメントしてください。あとなんか真面目な真面目な職業書いてください。なんか違うやつ書かないでほしいな。お願いします。反映されてないみたい、3人書いてくれてるのに。こんにちは、また夜勤明けで見てます、ありがとう。こんにちは、のあちゃんとまなかちゃんと、のあちゃんとまなかちゃんとひかりちゃん書きたいんだけど、まださ反映されてない、どうしよう、どうしよう、どういうこと。 YouTube それ登録してくれたの登録してくれたの YouTube かな、違うかな。 YouTube は職業調査隊って調べたら出てきます。コメントは順番に上から、あ、40になった、あ、なった。ひかりちゃんがね、先だったね。ひかりちゃんが、はい、ですね、管理栄養士です。おお、すごい、管理栄養士、ありがとう。普通の栄養士とはまた違うのかな、ね、なんか管理するのかな、何かを管理しているよねなんだろうな、栄養士ひかりちゃん、ありがとう、ありがとう。 YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。でもちょっと反映されるのが遅いみたいなので、はい、少々お待ちください。かりんとこのチャンネルは職業調査してる、この配信は職業調査してるだけかも。そうそう、 YouTube は一つの職業をめっちゃ詳しく解説したり、あと本当のその職業の人にインタビュー行ったり、街の人の職業をインタビューで聞いたりとかしてる。はい、してます。だから終わったりもよかったらチャンネル登録してくれたら嬉しい。あ、41位になった。はい。次誰だったかな？ウェディングプランナーのあちゃんかな？ちなみにまなかちゃんはね、うん、学生さんおだった。上の方のコメントから順番に書いてるんだけど、早く書いてよって方いたら、YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。はい。たくさんコメント。くれてありがとう。嬉しい。嬉しいよ。ありがとう。まだ上の10人ぐらいしか書けてない。早く書いてよって方いたら、YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。ただちょっとこの反映が、はい、あ、来た。チャンネル登録したよ。知見コーディネーター。知見直すに見。研究の、あ、そう、あ、研究あ、違うわ、馬編のやつ、
体験の件。ああ。うんうん。バラありがとう、ひろたかさん。ありがとうが。がペイペイ。ペイペイ。ペイペイ。ありがとう。え、じゃあなんかあれ実験台の人。うんうん。え、知見、あ、でもコーディネーターだからじゃない。なんだろうね。知見バイトめっちゃ高いって聞く。時給。うんうんうん、管理栄養士は普通の栄養士と違って病人とか要介護の人とのも、あ、指導とか。あ、なるほどね。高松さん、またありがとう、登録しました。小学校教諭。お、小学校教諭。小学校の先生はさ、うん、夏休みとかあんのかな。なさそう。なさそうだよね、うん、常に忙しいイメージね。あ、ゆうちゃむ。ゆうちゃむ、ありがとう。ちゃむ、早く書いてほしい方いたら YouTube チャンネル登録、あ、いた、登録しました。リフォーム法、リフォーム法版、法売、訪問の方に、あ、リフォーム法売、売、売店の売、あ、違う、販売、販売の売、キリクさん、バラありがとう。ありがとう。どっか行ってやんのかな、ね、が、ああ、し、し、これ、ここ、え、なんていうの、志、それそれだけ、うん、なんて読むの、志ちゃん。つべのチャンネル登録したよ。わたり、ありがとう。え、わたりの職業なんだっけ。わたり送ってくれてたよね。さっき、今、これなんて読むの、こうやってなんて読むの、この子送ってくれた。さきちゃんじゃない、さきちゃんって読むの。バラありがとう。ありがとう。ナタリー。ワタリ。あ、ワタリ。前から登録してる、ありがとう。ありがとう。できればこの今の配信で登録してくれた方のを書きたいんだけど。はい。学生佐藤。最後の本になっても誰もいないよってなったら、登録。そう、呼び出しするから。呼び出しするから。登録してくれてる人来てみたいな。あ。登録しました。司法書士かりんとう。司法書士、すごい。司法書士って何やるの、なんか、うん、難しそうだね。ね、司法書士かりんとう。 YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。書きます。僕も登録しました。かっ、かっちゃん、かっちゃん、え、かりんとう続きだ。どこ、本当だ。かっちゃん、かっちゃん、夏休みあるって。小学校教諭 あるんだ。え、お盆だけ。今7月とかはさ、うん、普通に仕事なのかな。だって小学生と一緒だったら。そうじゃない。え、でもさ、そのなんか学校の行事とかさ、うんうん、夏休みに体験とかなかった。え、あとプール、うん、あ、プールあった。岡山先生行かないといけないよね。うん、あるわね。大変だ。みんな職業と名前セットでコメントお願いします。名前、名前と職業で登録してくれた方は YouTube 登録しましたって教えてほしい。キリコ、あ、そうなの、3000人超えたの昨日。そうなのよ。そうなのよ。すごいでしょ、嬉しいわ。ね、わたり、わたり、あ、いた、わたり、次読むね。はい。が青果市場の中、今日の売り子、全部、全部読めなかった。あ、青果ってね、青だった。青、売り子さん、全部読めなかったんだけど、青、青、あ、市場、あの市場、うん、市場の中、今日中お札、中札、どういう、なんていうんだ、なんかおろし、おろし、これだ、これ、それ、それの売り子。じゃあこれでいきます。あたり、ありがとう。かっちゃんいる、かっちゃんいるはず。メンバー変わったの。そうなの、変わったかも、かも、変わりました。6月から変わりました。イエスイエス、はじめまして。初めての地を、うわ懐かしい。コング妻、あれ見てくれてたんだね、ずっと、ありがとう。嬉しい。
登録してくれた方何人かいるけど、誰がどこどこ、あ、次を読みます、はい、チャンネル登録トレインでお願いします。あ、違う、職業職業職業教えてトレイン。次はえ、YouTube 登録してくれた人なのかな、みんな。ちょっともう一回送ってほしい。なってコメント流れちゃった。うん。あたいちゃん。地健康で見たね。ありがとう。あにゃん。いい電光出まする。は？死ぬ。やめて。え、YouTube 登録してくれた人もう一回送ってほしいな。あ、昨日登録しました、高橋さん、ありがとう。ごめんね、流れちゃったから医者のふみふみから行くね。え、これさまだね反映されてないみたい。ちょっとみんな反映されてるの？自分登録したやつ反映されたよって方いる？ふみふみ、自分登録して反映されてるとこ見たんですけど、デヒトいますか？神主のただの愛の、ちょっと僕登録して反映されて、それか登録したのに反映されてないよ、の人いますか？このゆうとさんとりょうすけ、ひろたかさん、どれ？え、そらじろうもどれ？どれどれ？あ、そらじろう今から書くよ。あれ、秘書の秘が書けない本当。え、合ってたよ。合ってた。え、なんか点々が、うん、こう、うん、なんか書き順がおや、そらジロ書くって、秘書そらジロ、え、なんか大谷のあれでしょ。イエスイエス、議員秘書だって。誰が？そらジロ。すごー、あ、そらジロやめて、あ、ビルゲイツだってえ、トレインとかっちゃんはいないかな？トレインとかっちゃんはいる？あ、ゆうとさん書くよ。はい、ちょっと待ってね。射出経験経験し、射出発射の射、うん、射的の射一緒出る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 、成人のせいに、成人のせいなるなる、成人のせい、成人のせい、成形師、成形師、成人、あ、成人、違う違う、成人、ちょちょ、これだよ、これ、ああ、形に、あの簡単な方の詩、これ、うん、ゆうと、ゆうと、合ってる、ゆうと名前、ゆうとありがとう、りょうす、なんて読むのこれ。りょうすけ、あ、反映されたと思います。ひろたかの、じゃ職業教えて。ひろたか、ひろたか、ひろたか、さっきアカウント動いてたので反映されてた気がします。 IT エンジニア、タバスコ、タバスコ ID エンジニア、 ITTT TT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 
とう。タバスコ大好きなの。そうなの？そう。うん。イタリア人っぽくなった。え、どういうこと？え、私？私わかんない。ピロタカ、介護福祉士とアクティビティワーカー。はぁ？じゃあ介護福祉士。介護士まだ出てないの、そういえば。今日初かも。あ、しかもいいところ、いっぱいいるだろうから。え、わかんないよ。今日学生が多いと思うから。あ、そっか。介護福祉士。タバスコ好きなの一緒って。やったー。やったー。そうだね。じゃあ一緒にピザ食べよう。YouTube チャンネル登録してくれた方のはね、優先的に書いてます。レッス、はい、大ちゃんありがとうございます。郵便局員 M ちゃん。なので YouTube 職業調査隊って調べたら出てきます。このくるみちゃんは職業書いてほしい。長谷部さんからありがとう。ありがとう。職業と名前セットでコメントしてください。もうね、コメントが全然追いついていなくて、会員登録しました。何の会員だよ。カズさん何の会員よ。あれ誰だっけ、さっき言ってた職業書いてって言ってた子。あ、それはね、まだね、くるみちゃんもね、フォローってずっと言ってるけど、
カメラマン YouTube チャンネル登録を優先的に書いてます。ワリリさんが登録者増え、そうなの、そうなのよ、どんどん増えていってます。目指せ1万人ですね。イエスさ、でも一旦次は4000人。そうだね、1000人ずつ。やばいよ。何が1000人YouTube チャンネル登録してくれた方は優先的に書いてます。コメントはもう本当にまだ全然追いつけていないので、はい、早く書いてよっていう方は YouTube チャンネル登録してください。お願いします。カズさんの会員 YouTube 会員登録ちょっと待ってね。ひろたかさん、あつみありがとう、ありがとう。これがちょっと反映されるまでお待ちください。ちょっと時間がかかっているみたい。看護師の割引、あら居酒屋店員さんね、意外と意外といない、ね、YouTube チャンネル登録したらそう一番最初に優先的に書くよ。イエスはイエスは、あのね、登録しましただけ 言ってしてない人がねたまにいらっしゃるから。分かってんだからね。そうそう、これが反映されたら、この右下の数字が反映された、え、間違えて招待しちゃった、ごめんなさい誰、ごめんなさい、招待しちゃった。2年前から登録済み、さすがありがとう。お猫さんやん。カズさん登録してくれてるんでしょ。でもう久々に書いてもらえた、終わりに。お待たせ。あ、かっちゃんいた。かっちゃん自動車学校の指導員。お、自動車指導員、教習指導員みたいな。教習所、教習所ってこと。登録してますよ、ありがとう。ありがとう。教習指導員ってことかな、感じじゃない。できるだけ登録済みになってました。嬉しい、ありがとう。じゃあこれの反映が遅いのかな。カドカドさん、今トレインいない、トレインいない、今してくれたんだっけ。カズさん、タロさんも今してるのかな。どうして、はい、君が泣くの、泣くの。早くこの右下の数反映されないんだけど、遅いみたい。なんでかね。なんで、反抗期だ、反抗期ですね。今登録しました。カズさん、じゃカズさんの職業教えておいて、すぐに言えるように。はい、牛飼い、牛飼い試験コーディネーターなりたかったな。田舎すぎて仕事場がないらしい。そうなんだ。そうなの。知見コーディネーターってどう、まだあまりよく分かってない、あまりよく分かっていない。名前と職業をみんなセットで書いてほしい。お名前も、名前分かんない方結構多くて。そうなのよ。なので名前もセットで書いてください。名前と職業。こんばんは、こんばんは、こんにちは。コメントが全然追いつけていないので、そうなのよ。先に書いてよって方いたら、 YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。書きます。カズさん書いちゃおうかな、もう。ワンブラック、ブラックさん、バラバラないちゅ。カズさん書いちゃおうかな、もう。カズさん、 IT エンジニアは SE と PG 分けてほしい。どういうこと。IT エンジニア。うん、 SE はシステムエンジニアでしょ。IT エンジニアは ITIE ってこと。え、なんで SE となんて言ってた。 PG 分けてほしい。何何 PG って。プロジェクトソフトクリーム。え、でもね、システムエンジニアの人は SE 別で書いてるよ、いつも。カズさん書いちゃおうかな。にゃんこカズさん何が、なんだっけ。あ、飲食店の倉庫の夜勤。は代表して、倉庫にしちゃう。倉庫、飲食店の倉庫って何。食材とか、倉庫、食材とかってこと。そうね、カズさん、カズさん KAZU KAZU 車内温度38度。大丈夫なの。暑くない、心配だよ。38度、うん、あったかいんだね。あったかいだから。え、冷蔵庫かと思ってたけど違うんだ。 YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。もう早く書いてよって方いたら、先に YouTube 登録してくれたら書きます。書きます。
ハート付きで書きます。書いちゃいます。そう、コメントは全然追いつけていないので。そうなのよ。あと飛んじゃった。ごめん。めちゃくちゃ転職経験ある俺は書いていいのか。え、いいよ。今のナオの職業は何？ペリーマゴニャンコ？塾講師。職業なーに？職業なーに？なーに？YouTube チャンネル登録してくれたら教えてね。なっくん登録した。なっくんの職業教えてほしい。なっくん、なっくん投票したのにまだ書かれ、投票じゃないよ投票しての相手もらったか投票って言っちゃった。登録したのに書かれてないよって方いたらもう一回教えてほしい。登録済み、ありがとう。ありがとうね。できるだけね、今登録してくれた方のを書いてるんだけど、最後の方になって人が来なくなっちゃったら、うん、あの登録済みの人まで呼び出すので、はい、お待ちください。なっくん、なっくん今年3月まで高校生でした。じゃあ今はバイトとかやってるってこと？バイトの教えてほしい。あ、次書くね。はい。あが。テレビのディレクター。すごい。すごい。TV ディレクター。ありがとう。あ。あ。あ。アムル。アムル、職業教えて。ドッグトレーナーのラテさん。はい。書いてくれ。つけて。おい。うん。ドッグトレーナーなの？ドッグトレーナー。トレーナーって書いてるけど、トレーナーのラテ。ラテ。ありがとう。ありがとう。なっくん、今は農業の仕事してるって。素敵。何育ててるのかしら。農業。農業、アムル、IT コンサルタント。おお。IT コンサルタントってなんだ。トレインいないかな、もう。こんにちは。俺ゆうじさん、こんにちは。こんにちは、 IT コンサルタントだって。やってるね。またまたコメントありがとう。ありがとうじいちゃん、みんなありがとう。にゃん、1、2、3、にゃん。 YouTube チャンネル登録してくれた方は優先的に書いてます。今はコメントがもう全然追いつけていないので時間がかかってるんですけど、上から順番に読んでます。コメントは今99プラスなの。まだまだなの。機械リース業、みんなが食べてるもの扱ったりし、そうなの？食べてるもの？いい、でも飲食店ってことは、あ、何の飲食店かっていうのは固定はなく全般ってこと。飲食店の、そういうこと。YouTube チャンネル登録してくれた方のはね先に書いてますので、もし早く書いてほしいよって方いたら YouTube チャンネル登録してくれたら確実に書きます。あ、ですです。あ、そういうこと。じゃあ例えばサイゼとかガストとかの職業、職業じゃない、ご飯の倉庫ってこと保育士今日出てなかったの。え、出てないね。珍しい。トレイン来たら教えてね。タヌ登録しました。タヌ、タヌ職業教えて。 IT コンサルタント、企業の経営戦略をヒアリングして投資計画。あ、すごい。 SNS コンサルタントの IT バージョンってこと。会社バージョンってこと。お、タヌ次。タヌは、はい、PA エンジニア。PA エンジニア。あ、分けてほしいって。あ、さっきね言われたよね。やつの、うん、もう一つ。タヌキ。タヌ。タヌ。タヌ。ありがとう。PA って何？パ。パ。テーマパーク。テーマパークもあるの？テーマパークのコンサルタント。テーマパークの食、あの食事、食事倉庫。すごいね。すごい。いろんなところ行くんだ。ね。理学療法士は出てない。総長と誰で？スケ読みますね。
PA エンジニアは音響さんか。そうなんだ。音響さんの解説動画やった気がする。 YouTube でやってる。まだ出てないかもだけど。はい。総長の職業教えてください。総長ひらがな総長。総長次、税理士すけ。おお、税理士すけ。税理士さんのか、方に税の作文の書き方のコツを学んだ YouTube の動画があります。あります。見てみてください。税理士って今忙しいんじゃないの？そうなの？知らんけど。なんか知らんのかい。決算とかさ、知らんけど。年末年始じゃない？あ、そうなんだ。CG デザイナー。総長初見ですがチャンネル登録しました。テルさん。やばばばば。やば。テルさんの職業教えて。税理士は3月が終われば楽だって。そうなんだ。そうなんだ。じゃあまた3月に入る。だって3月あれじゃん。確定申告。イエスイエスイエス。確定申告大好きだったから。あ、総長陸自だ。陸自初じゃない？会場はいたけど。あ、陸自。待って、40書いてない。総長。総長ありがとう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 ほんとだ。40書いてない。 YouTube 登録します。でも飲食店はみんなが働いみんなが遊んでいる時に働いているので。たね、そっか。そうだよ。この間ご飯食べに行ったら隣の席の人が面接の受けに来てる人だった、だから履歴書とかこう提出して話してるのを、あの人はバイト応募しに来たんだなって思いながら見てた。すごい。あ、私もなんか焼肉店バイト応募した時さ、網越しで面接した。てるさんあまり知られてないかもですが、うん、コンポジッター。なに初めて聞いた。コンポジッター、何のどういうお仕事？コンポジッター。コンポジッターかたかな。コンポジッター、どういうお仕事なんだろう。想像できない。何？どんなの？ビフォーミフォー。 YouTube チャンネル登録してくれた方のは最初の方に書いてるんですけど、コメントと、あ、コメントはね、すごい上の方のコメントから順番に書いてってるので。そうなの。なので YouTube 登録してくれた方が確実に書けます。あとみんな名前もセットでコメントしていただきたい。お願いします。名前と職業。電学な。ありがとう。さっきさ隊長がなんか言ってたけど、なんかよくわからなかった。何？電学な。隊長がなんかコメントしてたけど、あ、体調？分かんなかった。何の話か。体調不良の方かと。違う。熱中症に気をつけて仕事に戻っていってらっしゃい。いってらっしゃい。頑張れ。YouTube は職業調査隊って調べたら出ます。中野さん。お願いします。職業調査隊です。この TikTok のアカウントからも飛べると思うんだけど。飛んだ？飛んじゃった。飛んじゃったみたい。飛んじゃいましたよ。コメントが飛んじゃったみたい。パブリックアドレスって何？名前と職業セットで、あ、そうそう、それはよく分かんなかった。分かんないから。炭酸組織を使ったオリイ強化プラスチック製品を製造。分からない。実際にどんな製品を作っているの？そのプラスチックってこと？限界社会。プラスチックを作ってるってこと？ね、ごめんね。むずい。またありがとう山崎。またね、面白い。かわいそうな人いる。何？もう辞めたい警察官。やばい。読まれるまで少々お待ち池さん。
書きたい。書きたいよ。登録したい YouTube。あ、登録しましたって人いた。ペット介護士社長。ペットの介護？ペットの介護じゃない？ペット介護。しかも社長だからね。来い。来い。来い。ペット介護社長。代表取締役ってこと？来い。かっこいいよね、代表取締役って。かっこいい。ね。なってよ。え、私が、うん、何のなんかの体調がずっとシェアしてくれて、いや、ありがとう、ありがとう。主さんは将来何になりたいですか？教えてください。タモだよ。あ、私、うん、将来の夢、うん、幸せになりたい。死ぬ今よりもっともっと幸せになれたらそれでいいかな。専業主婦も立派な仕事、学生も仕事、ニートも仕事です。書いてます、いつも書いてます。 YouTube チャンネル登録してくれたら先に書きます。すごいよ、木の医者初めてかも。え、医者？そうなの。木の医者、お嫁さんになることって書いて。かわいい、かわいい。私も素敵。なるほど。 YouTube は職業調査隊って調べたら出ます。みんなコメントしてくれてる方ね、職業と名前も一緒にコメントお願いします。名前ね読めない方多くて。そうなのよ。ユーザーなんちゃら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 さんとかは飛ばしちゃうよ。そう、名前わからないから名前も一緒にコメントしてほしい。お願いします。お、やっとコングズマさんの2年前から、うん、見た。YouTube チャンネル登録してくれてる方は先に書きま、チャンネル登録してくれた方は先に書くので、はい、登録したよって教えてください。交換にはまだ出てないかな。あれ、でも書いた気がするけど、もし同じ職業書いてるの見つけたら教えて。お願いします。名前と職業セットでコメントして。今話してる人何になりたい。今話してる人、私は何なの？何？幸せになりたい。みんな結論。そうなの。そこでその幸せになるために今調査隊として、そうそうそう、みんなに、うん、どんな仕事は幸せなんだろうって調べてる。調べてる。そう。居酒屋店長。え、書いたくない？え、書いたっけ？うん。書いてない。え？え、登録してくれてた？うん。え、書いてないっす。あれ、じゃあ違うかも。読んだだけかも。なんとか店長って書いてきました。あ、店長は、ま、居酒屋はまだみたいなコメントはさっき見た。そうだったっけか。そうだったかも。みんな名前と職業をセットでコメントしてね。もし登録してくれた方いたら、あの、登録したよって教えてください。笑ってる、そう、笑っちゃった。炭酸、あ、カーボン。私は主に自動車やバイクのレース車の部品を作ったりしてますが、カーボンはテニスのラ、あー、釣り竿とかジャンボジェット機の、あ、そうなんだ、いろんな種類があるのね。時計や、レース車ってことはあれか、カーレースとかの車のカーズってこと。カーズ仮面保育士って何ですか？わかんないです。何ですか？なんか仮面保育士っていう名前だったよ。あ、名前だって、名前、名前。ローション珍しいと思う。カイシって何？カイシシアンか。あ、チャンネル登録しました。書きますね。次書きます。専業主婦さん。専業主婦でも手に職をつけるといいよね。確かに。え、手に職をつけるってことは資格とか、え、美容師とかってこと？わかんない。専業主婦さんが、うん、ピロミン。ピロミン、ありがとう。まあでも専業主婦の大変さは、まあ、分かってない人多いよね。ね、自分もなんか家事2、3個やるだけでもさ、あ、疲れたってなるのにさ、子育てとかもあるだろうしさ、料理作ったり、私料理しないから料理作ったりとか、そういうの考えたらもう頭がパッパラパーよ。本当よ。なんかさ、夏だからそうめんでいいよみたいな、うんうんうん、言うけど、
でいいよそうめん茹でてる時は一番熱いんですけど間違いないおもろいありますよね皆さんありますよね全ての親や主婦の皆さんに感謝していきましょう感謝しましょう高松さんハットミンありがとうありがとう昔パワーストーンブレスレット売ってました自分で組んだりして作ったえすごい女子がミサンガやったりするのみたいな感じはい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 やめ YouTube チャンネル登録してくれたら教えてねあまし潜水漁法あが開始っていうの、今コメントは上の方から読んでるんですけど全然追いついていないのでもし絶対に私の仕事は絶対に、はい、ぜひ教えてくださいミサンガいいですよねミサンガやりたい私あれ流行ったんだよね小学校の頃何レインボールームなんか輪ゴムで作るやついろんなのわかるなんかめっちゃちっちゃいカラフルな首のさこれ黒いそれチョーカーじゃない普通にレインボーなんかアクアビーズみたいな感じのレインボールーム、うん、えアクアビーズも流行ったアイロンビーズ的なの水をかけて固まらすやつ水あわかったわかったあれ下にやのやってたわうんあれめっちゃやってたアイロンはね私で持ってなかったからアイロンができなくて確かにアクアビーズめっちゃやってたアイロンビーズは友達の家に行ってやってたうんほんと暑いね来ました目ありがとうありがとう構成登録しました次書きますねあれ土木現場監督って書いたかえぇ、ー、いやいいえなんかさ珍しい職業2人いたりすると結構びっくりするんだよねいや絶対いないよ見たことないえぇ、ー、みたいな康介康介救命救急士えまたなんか招待しちゃったかもごめんなさい間違えちゃったごめんなさい昴生昴生主婦いるよ主婦大事な仕事よそうよわからんわからんレインボールームレインボールームレインボールームわかんないのちょっと調べてみて私めっちゃやってたんだよねレインボールームでクラゲ作ったり指輪とかブレスレット作ったりしてたこんにちはタイプですねだってどっちどっちタモ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 しかいないタモ声がタイプかもしれない、うん、幼稚園教諭もありますよありますよえまだ書いてないかも今日なんとか教諭はいたなんとか教諭小学校はいた YouTube チャンネル登録してくれた方のは優先的に書いてるのでもし俺私絶対書いてほしいって方いたらYouTube をチャンネル登録してくれたら先に書きます、はい、大好きで制服可愛いですね、プ私も大好き超は教員雨 YouTube チャンネル登録してくれた方は教えてくださいもちろん登録済みありがとうぬれちゃんできるだけこの配信で登録してくれた人を書いてるんだけどそうなの最後の本になってもいなかったら登録済みの方を呼び出しますのでその時に、ね、登録済みめありがとう YouTube 登録しました次読みますね嬉しい登録しましたタカさんは職業書いておいてほしいな、はい、次動物看護師なんとかあいなんとか動物看護師かもこの前昨日も来てくれてなかった書けなかったんだけどコウさんいなかったかなアイゴこれアイゴだと思う本当ちょっと動物看護師にさせていただきますコウさんありがとう動物関係多いね今日本当に、うん、昨日もめっちゃ多かったんだよねもう YouTube チャンネルと YouTube は職業調査隊って調べたら出てきますはじめまして職業調査隊です、はい、この TikTok のアカウントからも多分飛べるんだけど、はい、どうでしょうかレインボールーム調べてきてくれたキャラクターもそう
なんか綿とか入れて、うん、クラゲとかも作ったりしてた。わかんないかも。タカ職業書いてほしいな。タカいる？いる？タカ名前と職業セットでね、コメントしていただきたい。理学療法士書いた。出てきました、登録しました。はるちゃん、はるちゃんの職業教えて。職業あの先に書いてほしいよって方いたら YouTube チャンネル登録してください。あ、登録しました。介護福祉士。お、まあまあまあ、ありがとう、ずっと見てくれてた、ありがとう。ありがとうね。パイロットはまだいない。 YouTube チャンネル登録してください。お願いします。チャンネル登録してくれた方のは先に書きます。書きます。警察官、これはピアスとかブレスレットとかネックレスとかをパワーストーンズ、すごい、めっちゃご利益ありそう、ね、あ、YouTube 登録しました。ユーザー560124238247637の名前と職業教えてほしい。リサさんも職業教えてほしい。タカ、タカ来た、はい、キャンピングカーショップのサービスエンジニアリング。お、キャンピングカーショップでいい？一旦、ね、サービスエンジニアリングって何？キャンピングカーショップの接客とかじゃなくて。すごい、お、登録しました、いっぱいいる、読んでいくよ、はい、陸上自衛官翔太、翔太今日3人目陸自、ありがとう、ありがとう。登録しました。軽装士測るに、うん、あそく、うん、あの装備の層に、衣装、装備、衣装の章に簡単な方の詩がセバス、セバス、セバス、セバスチアン。セバス、ありがとう。次、スポーツメーカーです、ハオさん。スポーツメーカーで働いているってこと。すごい、どこだろう、ナイキ、ハオ、ハオ。リサさん、介護福祉士だった。お、介護福祉士がリサ、リサありがとう。次、ニットリースクリエイター。ニットリース、ニットリースってなんだろう。全部カタカナ？うん、ニットでリース作るってこと。リースだから保険？そうなの？違うのかも。クリエイター、リースってあれかと思った。あ、クリスマス、そうそうそう、あ、そっちかも。クリエイターがユン、ユン、ありがとう。差別してないよ。差別？どうしたの？また来たの？どうしたの？なんかあった？あとね、いたな。チャンネル登録完了。経理、経理、経理、リリリ、あ、経理。これ名前わかんないな、読めないよ。なんだ？じゃあちょっと下行こう。 DMDAJJWTJ 名前教えてほしいな。さっきのさ、登録しましたユーザー560124238247467のさ、名前と職業を教えてほしいんだけど、いなくなっちゃったかな。ずっとコメントスルーしてない。登録してる人はね、先に書いてるからかな。登録してきました。オペ看、オペ看、オペ看、オペ看護師ってこと？オペレーター看護師ってこと？あ、そうかも。はるさん、はる、あれ、経理の人のさ、コメントが見当たらないんだよ、うん、お名前書きたいのに。 DMDA なんだなんだな、 DMDA ってなんかちょっと危ない薬の名前なんだろう。オペ看書いて、医師2人嘘、本当に？なんで？そうなの？医師？本当？あ、市役所職員、寮、ありがとう。ハートにしたんだった。私 YouTube チャンネル登録してくれた方のは先に書くので、登録してくれたら教えてね、教えてね。
携帯のストラップとかイニシャルものパワーストーンを見つけたので、すごい。すごい。登録しました。2メーター。おーすごい登録しました。本当に？上がってないんだけどまだ。顔だ。ありがとう。ありがとうアニメーター。まだあれかな。一気に登録されたから、あれなのかな。これってさどのくらいで反映されるんだろう。ちょっとやってみよう。登録一旦解除。え？ん？登録した。増えた。じゃああれかな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。カオさんこんにちは。アニメーターの下の多分あ救急救命士後期。救命士いた。コーキー、コーキーありがとう。おもろい。トモヤ書いてあげてください。おもろい。このそのトモヤはさ登録してくれてたの YouTube。ケンタさんとナオさんをね職業教えてほしいな。多分めっちゃ反映されるの遅いのかも。トモヤはね。登録してくれたら書くこのともや書いてあげてくださいの人は YouTube 登録してくれたら書く。あ登録済みです。目だ目目目目の登録しましたって人いっぱい。ケロくんお疲れ様です。ケロケロン。このケンタさんとナオさん、あケンタさんリ航空自衛隊、航空自衛隊？航空自衛隊、ケンタ。ケンタ、ケンタ。航空船のこれか。うん。自衛隊。ケンタ。タ。もうどうしても書いてほしい人は YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。そうなのよ。あと残り枠が少ないから。あとナオさんもあれだよね確か。ドローン操縦士登録しました。ムム。ムム。ドローン。登録済み。さすがおめめ。一人だけ？何一人だけ？登録しました。保育教諭。保育教諭ってなんかいなかったっけ今日？保育士。小学校教諭か。そうそうそう。保育士はどこだ？保育士ね。たんだよ。珍しい、なんか出てないって言ってたよねまだ、うん、どこに書いたっけ。あいたいたいた、仮面保育士って書いた。志保さん、あ白。白登録しました。消防士です。トーマスめっちゃ増えた。消防士トーマス、あ間違えた。トーマス消防士。あれ消防士人でん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 、いないかな。いないかも。消防士トーマス。トモヤ登録しろよおもろ。やめて。次が初見です。ありがとう。カオフィンガーありがとう。登録してきました。頑張ってください。小学校の図書司書。図書司書？何それ？保育士と保育教諭は違うんです。あ違うんだ。え、資格持ってるか持ってないかじゃないの？なかったっけ？確かにそんな感じだった気がする。うん、ゆきな小学校の図書司書。図書司書資格持ってるか持ってないかじゃなかったっけ。しろしろ教えてほしい。うちらはまだ本当に何もわからない世の中を、世の中をわからないから教えてほしい。教諭が資格持ってるの？そう、なんかその必要なんかの資格がある人で、手前コメントで教えてくれたんだけど、違うのかな。教えて。登録しました。運送業です。 AK 100人目。ピクミンも登録しました。警察官。あ、え？ん？登録したけど書かれてないです。やーすの職業教えてほしい。流れちゃったのかも。何人かいるよ登録しましたの人。トモヤ登録しろ。トモヤはなんだ、トモヤの友達なん。
え、ともやね、してないから変わってないよ。登録しました。3時のママ登録しました。3時のママの、あれは？あ、なお。なお。来た来た、なお、オタクバー。オタクバー。見てて。なお待ってた。なおってね、呼んでたのよ。なお。保育士資格と幼稚園教諭免許を持ってるのが保育教諭。あ、じゃあ普通の保育士の人は保育士の資格しか持ってないってことね。うーん、合ってる合ってる合ってる。なるほど。あ、じゃあ幼稚園の先生にもなれるってこと？幼稚園教諭、そうじゃない？すごい。え、じゃあさ、小学校教諭は何？小学校免許と、あ、先生の免許と小学校教諭の免許。うんうんうん、え、合ってる？難しいな。登録者増えてきました。自分のお仕事を聞いてます。え、めっちゃさ、登録しましたの人いるんでね。ね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。どこまでやるの？登録したけど書かれてない。あ、その人はね、書いてくれてた。ピクミンも登録しました。警察官です。警察官いた。ちょっと待ってね。ピクミン、うん、3時のまま。今は YouTube 登録してくれた人を書いてます。なので、ピクミン、ピクミン、え、トモヤは登録したのかな。どうなのかな。トモヤー、トモヤー、長言ってるよ。そうそう、長言ってる。ピアノ調律師は出てない。図書司書は図書館の先生のこと。え、図書館に専門の先生、見たことなかった。え、でも今はいるのかな。図書室の先生いた。え、いなかった。え、ヤスさん登録したけど書かれてない。さっきね、アマゾン海外物販だって。アマゾン、本当だ。アマゾン今日届いた。おめでとう。ありがとう。次、ナルセさん書きます。はい。探偵事務所と DJ してます。すごいね、振り幅。それだ。探偵事務所と探偵って本当にいるんだね。ね、え、でもさ、取材してたよね。何の？こ、あ、調査隊で。そうだっけ。あ、逆。やめて。太郎さんも次書きますね。探偵がなるせ、なるせ、しょう、ありがとう、ありがとうね。なるせだってるね、はい。次、舞台照明。お、太郎さん、照明技師さんのね、 YouTube は動画上がってるから見てみてほしい。太郎、太郎、なんで制服なのですか。いや、あの、あれですよ、あの、学んでるんですよ、みんなの職業。そうだよ、ありがとう、やすあり、こちらこそ、お待たせしました。お待たせだよ。あ、あれ、あ、終わったんじゃないの。終わった。引っこ抜かれて、あなただけについていく。ともやどうでしょうか、このな。なんともやは、あの、ともやは自分から登録しましたって言ってくれたらもちろん書きますよ。なんそこの、あ、それか、なが登録してくれたんじゃないの。そういうこと。え、なの職業が聞きたいよ、私は。もうここまで来たら。保育士は、保育士は保育士資格、幼稚園は幼稚園免許、保育教諭は子ども園、子ども園め、え、え、子ども園って何？すごい、わからない、わからない。なになに、すごい、すごい、で、登録にともやです。なにそれ、どういうこと。そのうちともやがさ、職業名になるんじゃないの。ともや早く登録しろ、やめて。おもろい。テイタン笑ってる。驚くかもしれませんが、政治家やってます。登録しました。ジョーコ、名前を伏せてるってことね、今。みんなともや早く登録しろよって。いや、このジョーコ登録してくれてるよ。ジョーコ本当だ。政治家の S ランク坂本正人大好きだよさんは
職業を教えてほしいな。あ、間違えた、また招待しちゃった、ごめんなさい。ジョーコ、うん、ありがとう。やばい、今日登録 S ランク、かい、なんだろう、かいさんと、あ、みぱさん保育士登録しました。みかさん、みぱ、みぱ、かいさんは職業なんだろう。ちょっとこの S ランクの職業が来たら終わろうかな。そうだね。次は夜の6時から7時の間でも同じこの配信するので、もしよかったらぜひ、はい、そこで登録してくれた方はもう一度教えてくれたら嬉しいです。お願いします。めっちゃ行くの忘れて、待ってたのに。ひみちゃん、私見たんだけど、ちゃんとメッセージ DM ね、見たよ。おは、あれ、今日話題になったもんね、ランココになるんでしょ。カイさんはね、カイジの幹部候補生、すごい、あ、幹部候補生ってことはまだ幹部にはなってない。カイジもね、いたね、海上自衛隊奥さん、最初の方にいたよ。書いてあげて、カイさん、カイさん、うん、がカイジ、カイジどこだっけ、あった、あ、カイ、ありがとう。帰るの明日なった、明日か、フィンガーありがとう。名前変えても忘れないよ。秘密、秘密は秘密でしょ。忘れないよ。 YouTube 登録反映された、遅かったね。よいしょ。来年の3月に学校卒業と同時に株、じゃあめっちゃ優秀だったんじゃない、カイさんが。 S ランクいなくなった。 S ランクいなくなったの、どこに行ったの。いたら教えてね。では無事に100個以上集まったので終わりになります。やったやった、みんなありがとう、教えてくれて。次の配信は18時から19時です。今日の夜またやるのでぜひ来てください。お疲れ様でした、ありがとう。喋ってる方は今は顔出ししてない。いつか見れるよ。うん、いつか待ってて。最後にお願いします。髪色だけ見せよう。これなんかオレンジに見えちゃう。本当だ。ピンクなのに。髪色ピンクなんだよ、中の人、うん。びっくりだよね。何色だと思った？黒だと思った？黒だと思った。お疲れ様ですみたいな。自宅警備員は今日は出てなかった。でも結構出てたって。一人だった。そう。じゃあ終わりになります。夜も来てね、来てね、待ってるよ、またね、バイバイ。